皆さん、こんにちは。今回は芸能界の多彩な顔を持つ女優、石野陽子さんについて深掘りしていきます。昭和のアイドル石野真子さんの妹として芸能界にデビューし、志村けんさんとの名コンビで一世を風靡した彼女の魅力と、その後の実力派女優としての軌跡を紐解いていきましょう。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。石野陽子さんといえば、多くの方が志村けんさんとの息の合ったコントを思い出すのではないでしょうか。その絶妙な掛け合いは、まるで長年の友人同士のような自然さがあり、視聴者を笑いの渦に巻き込んでいきました。しかし、彼女の魅力はそれだけにとどまりません。彼女の演技力はコメディだけでなく、ドラマや映画でも高く評価されており、多くの監督から重宝される存在となっています。まず、石野陽子さんの家族構成について触れておきましょう。彼女は女優の石野真子さん、タレントの宝野純、旧姓石野篤子さんという美人三姉妹の次女として生まれました。芸能界という華やかな世界で育った彼女は、自然と演技の才能を開花させていったのかもしれません。三姉妹それぞれが個性豊かな活躍を見せており、芸能界の中でも珍しいサクセスシスターズとして注目を集めています。さて、石野陽子さんの芸能界デビューは、姉石野真子さんの影響が大きかったと言われています。当時アイドルとして人気絶頂だった姉の妹として注目を集め、芸能界入りを果たしました。しかし、彼女の進化が発揮されたのは、志村けんさんとの出会いがきっかけでした。この出会いは、彼女の人生を大きく変える運命的なものだったと言えるでしょう。1987年頃、石野陽子さんはまだ無名の女優でした。そんな彼女を志村けんさんが偶然テレビで見て、才能を見出したのです。お前、面白えなという志村さんの一言が、彼女の人生を大きく変えることになりました。この瞬間が、彼女のキャリアの転換点となったのです。昭和芸能、志村さんの新番組「志村けんの大丈夫だ姉」の出演オファーに、当初石野陽子さんは戸惑いました。コメディは自分の領域外だと考えていたのでしょう。しかし、3ヶ月でいいからという志村さんの熱意に押され、渋々ながら出演を承諾します。この決断が彼女のキャリアに大きな転機をもたらすことになったのです。後に彼女はこの決断を人生最大の賭けだったと振り返っています。志村けんの大丈夫だでの2人の掛け合いはまさに息ぴったりでした。石野陽子さんの真面目で少し天然な性格と志村さんのコミカルな演技が絶妙にマッチし、視聴者を笑いの渦に巻き込んでいきました。彼女の3ヶ月だけのつもりが、あっという間に5年間も続くほどの人気コンビとなったのです。この番組は平均視聴率 20% を超える大ヒット番組となり、石野陽子さんの名前は一躍全国区となりました。しかし、石野陽子さんの芸能人生は決して平坦ではありませんでした。彼女は現場でスタッフや共演者と衝突することもしばしばあったそうです。その度に志村さんが真剣に向き合ってくれたことで、彼女は少しずつ心を開いていったといいます。この経験は後の彼女の女優としての成長に大きく影響したと言われています。この2人の関係は単なる共演者を超えた特別なものへと発展していきます。1991年、東京都内にある志村さんの自宅から2人揃って仕事へ向かう姿がスクープされました。記者の「彼女は恋人ですか?」という質問に、志村さんはうなずきながら「うん」と答え、2人の熱愛が公になったのです。このスクープは当時の芸能界に大きな衝撃を与えました。約1年間の同棲期間を経て、両親への挨拶も済ませ、結婚間近かと思われた矢先、2人は破局します。その理由は、志村さんに結婚願望がなかったという意外にもシンプルなものでした。志村さんは自身の芸に全てを捧げる生き方を選んだのです。この決断は多くのファンを驚かせましたが、二人の関係性を考えると、ある意味必然だったのかもしれません。しかし、興味深いことに、
破局後も2人は良好な関係を保ち続けました。これは互いの才能と個性を尊重し合う深い信頼関係があったからこそだと言えるでしょう。2人はプライベートでの関係は終わっても仕事上のパートナーとしては変わらぬ絆を保ち続けました。この関係性は芸能界でも稀有な例と言えるでしょう。2020年3月29日、志村けんさんが新型コロナウイルスによる肺炎で急逝した際、医師の陽子さんは次のようなコメントを発表しました。志村けんさん突然のことで正直まだ受け止められずにいます。数年前、志村けんの舞台でお花棒のコントをさせていただき、18年前と何も変わらずできたことに驚きと喜びを感じたことを思い出します。若かりし頃に教えていただいた数々のこと忘れません。心からご冥福を申し上げます。この言葉には志村さんへの感謝と尊敬の念があふれています。昭和芸能、二人の関係性の深さを物語るエピソードと言えるでしょう。医師の陽子さんにとって志村さんは恋人であり師匠であり、そして生涯の友人だったのかもしれません。さて、ここからは石野陽子さんの現在の活動や私生活について触れていきましょう。彼女は現在女優として幅広い役柄をこなしています。志村けんの大丈夫だーやバカ殿で培った演技力を武器に、主役級ではありませんが脇役として確かな存在感を示しています。コメディだけでなくシリアスな役柄もこなす彼女の演技力は多くの監督や共演者から高い評価を得ています。特に複雑な心理描写を要する役柄では彼女の繊細な演技が光ります。私生活では石野陽子さんは現在パートナーはいるものの独身生活を送っているそうです。2019年7月に放送された人生いろいろ超会議で彼女は事実婚状態であることを公表し話題となりました。この告白は多くの人々に驚きを与えると同時に現代の多様な生き方を象徴するものとして注目を集めました。番組内で彼女は結婚観についてこう語っています。なんで結婚しないのってすごく言われます。逆になんで結婚しないといけないの、結婚に意味がわからないまま大人になっちゃった、好きな人と一緒にいるのは結婚しなくてもできるでしょう、結婚と好きな人は別、お付き合いした人もいるけど結婚は考えたことない。この発言は従来の結婚観にとらわれない彼女の自由な生き方を表しており、多くの視聴者の共感を呼びました。特に同じような価値観を持つ若い世代から勇気をもらった、自分の生き方に自信が持てたといった声が多く寄せられました。石野陽子さんのパートナーは彼女より一つ年下の男性だそうです。彼女はすごく頼りにしているし、お互い信頼しているので他じゃちょっとできなくても受け止めてくれるよねっていう甘えがありますよねと、その関係性の良さを語っています。この言葉からは彼女が形式にとらわれない自由な関係性の中で真の信頼と愛情を見出していることがうかがえます。このように石野陽子さんは芸能界でのキャリアと私生活のバランスを巧みに取りながら自分らしい生き方を貫いています。彼女の生き方は現代の多様な価値観を反映しているとも言えるでしょう。同時に彼女の生き方は幸せの定義は人それぞれ異なるということを私たちに教えてくれているようです。最後に石野陽子さんの魅力について改めて考えてみましょう。彼女の魅力はコメディエンヌとしての才能だけでなく、さまざまな役柄をこなす演技力、そして自分の信念を貫く強さにあります。志村けんさんとの出会いをきっかけに開花した才能をその後も磨き続け、実力派女優として確固たる地位を築いた彼女の軌跡は多くの人々に勇気と希望を与えるものではないでしょうか。また彼女の生き方は従来の価値観にとらわれず自分らしさを大切にする現代の女性像を体現しているとも言えるでしょう。芸能界という華やかな世界にありながら自分の信念を曲げず誠実に生きる姿勢は多くの人々の共感を呼んでいます。今後も石野陽子さんの活躍から目が離せません。
コメディから真剣な演技まで幅広い表現力を持つ彼女がこれからどのような作品で私たちを魅了してくれるのか楽しみでなりません。同時に彼女の生き方そのものが私たちに新しい価値観や生き方のヒントを与えてくれるのではないでしょうか。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。